Welcome to シルビチャンネル。どうもシルビです。今回はここからガンダムジュラムフロントですね、裏から攻めましょう。これいいのかい？これ空から行っちゃうぜ。俺らの空部隊が超強力な空部隊が。行くしかないのか。行くしか。29万、いいじゃない。派手にポーッと、超ポーッと。これウォー、行っちゃうしかないね。ここはもうパーッと行きましょう。パーッと。ティファ、俺の活躍見ててくれよな。39万、もうちょい安くて、安いといいんだけど。が空最強説を。タンタタンタタ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 ガッダーム！なんだと？ GX 出るぜ！敵施設を破壊。はい、終わりです。即殺でした。なぜかモビルアーマーがいなかったっていうね。いたっけ？いないよね。炎のモビルスーツ乗り、ガロードラン様にお任せってね。ここでチャレンジャーが出てきますね。チャレンジャーかな。うん。よし、ここから行こう。ここの2つを ぶっ潰してから。16機の村雨はまだ育ちきってない。12機しか出せないから、ここまず16機。でこっちも空で行くよ。もう使い捨てで、とりあえずデュナメスでいいか。砲台を、まあ、砲台を潰してと。俺に任せときゃ大丈夫だって。いや、ウングイン、とりあえずこれか。問題はない。でここでこっちから行って、この2つを壊してからも空でパパパ、とにかく地上を出しつつも、壁、地上を壁にしつつ、空部隊ですね。この高コスト空部隊。で、まあ、ここに引っかかりますけど、まあ、それは共有範囲。ガロードラン、行っちゃうぜ！とにかく本拠地を落とすのが最優先目標。ここの
うやっておけば、おーおーおー、すごいすごい。で、ここを打っている間に、GX 出るぜ。ちょろいちょろい。あばい、これ本拠地行かないパターンか。行け行け行け。負けるもんか。 やばい、逃げろ。よし、オーケー。任務変更了解。目標を破壊する。死ぬほど痛いぞ。目標をクリア。次の指示。おっしゃ、しかも 100% いった。まあだけど言ってもあんまり大したことないですけどね、スネーカー。もうちょいなんか欲しいよね、チャレンジャーなんだから。100% 倒すとなんかメリットあるとか。まあいいんですけど。まあそれでも100万入ったからね。よし。イエーイ。資金パック結構。お、50万がいる。これはぜひ落としたい。ティエロンタウ、ティエレン、ティレ、ティレエオンタオツこれ無理だ。このウィルゲームの使用して勝つのがいい、やりたくないので、もういい。このエリアはささっと終わらせる。時間との勝負だからな。いや、そのことは優勝ですな。今回射撃だな。バーチャはもっさりだから意外と長生きする。ただこの スキルは全く役に立たない役に立たない。どれか、まず使ってみる。いや、ガトーだろ。この日のために。ベースが弱すぎもん。ティオレンタイツ、やっぱり戦うしかないんですよね。言いづらいわまあ、空を入れようかなと思ったんですけど、空なくてもいいかなっていう感じですね。むしろ空っていうよりは、射撃が、ショッターがちょっと惜しいです。村瀬のレベル上げましょうか。結局、僕が頑張るしかないんだ。そこっちゃ。
それはなしです。なしなしですが、まあここをボコーンと落としてみましょう。あとはないと思え。クソ、これ以上やらせるか。なんで壁を壊してんだこいつは。あ、砲台か、砲台優先か。他の機体とは動きが違う。慎重に行かないと。所詮貴様とは価値観が違うようだな。ガト、これは一体何の真似だ。もはや誰も止められんのだ。ライフルのエネルギーを使いすぎたか。 OS をエールに最適化。守りたい人が。もっと早く動けるはずだ。友達がいるんだ。所詮貴様とは価値観が違うようだな。こいつ動きに無駄がない。ナムさん来るか。ならば勝負。この敵は普通じゃない。僕が食い止めないと。来るか。ならば勝負。この敵は普通じゃない。僕が食い止めないと。ただの敵とは思えん。気をつける必要があるな。所詮貴様とは価値観が違うようだな。なんだこのプレッシャー。打ちどころが悪いとこんなものか。いいねいいね。なんと他愛のない外周一色とはこのことか。あとかっこいい。時は満ちた。待ちに待った時が来たのだ。かっけ。生き残りましたね。作戦は成功だ。撤収する。え、あんま HP 攻撃力があんない。はい。で、お金があんまりで100万入るから、使っておかないと。ね、100万入るからこの支給品でね。おお、モビルアーマーとウィッキー、まだ終わってなかった。なんていうことでしょう。意外と今日のデイリーはハードコアだぞ。お手100万資金280万で、なんか300万ぐらいのない。100万くるから、まずとりあえずこれ、これこっち側を固くするし、こっち側から来られたんだよね。ここも固くしようか。狙われたんですよ。225万ちょっと高っ。100万、まあいいか。いや、それよりもじゃあだったらこっちだ。少しずつ上げていくよ。でこれで支給品、来ました。300万。もう一箇所ぐらい制圧戦はやんなきゃいけないね。300万で何しようべ。250万これ上げちゃう。高いのこれやったら、やっとかんと。じゃあ325万でこれ11にしようか。あ、そういえば乾燥とかやったんだ。何人に乾燥できんの。へえ、マイナス70になるけど全方位にできるな。
空中への攻撃やから。まあ、1個ぐらい乾燥しといてもいいかなという感じだったんですけど、325番で。もう1万超え。対空迎撃ミサイル上げときたいね。350万。これも上げなきゃいけない。やることいっぱいやな。砲台がまだ育ってないの。ローデンシリフレクター展開準備。敵艦に向けリフレクション姿勢。もう一回言っとくか。モビルアーマーがいるやつを狙えないとダメね。このショッターだけとティエロエンターを打つウィルゲムってこれやめようよ。結構鬼門ですよ。まあ、でそんな無視してやるんですけど、今回はこれは割といけるんちゃうの。だからね、意外といけるよこれ。お、じゃあデスサイズ出してるか。よっしゃ、死神様の出撃だ。おお、デュオ様の出番だな。こっちからな。こっち方面が手薄。後ろ。ただ、ウォリアーばっか、近接ばっかだから、射撃機も入れておかないといけない。ジェシーだ、だいぶ強くなってきてるね。ザフォーリアはめっちゃ強くなりました。ちょっとウォリア今回外して。村雨育てたいんだよね。あ、ビルゴでもいい。射程後は意外と優秀。まだ今回ビル村雨。デスサイズの力見せてやるぜ。入り込むのが大事だから。ごめんよ、兄さん。村雨変な精神ですね。
いつ許せないんだよ。その命、死神がもらいに行くぜ。あいつだ、許せないやつ。こういう場合、どう考えてもあんたは大ピンチだよな。殺し合いを楽しんでるのかよ、そんなやつは。逃がすか。そう、思いっきりやりやがって。見られた、たまる前に死んだ。エース役に立ってなかったけ。なぜだ、どうしてこんなことに。ピースが役に立たなかった。まあ量産機ゲーですよ。安定ですね。悪く思うなよ、死神に近寄るからこうなるのさ。はい、ギリギリ、うん、ちょっとそうだね。どれを育てようか悩ましいとこですな。400万貯まってるから、これを上げたいところではあるんですが、あ、いっちゃう？ウィングガンダム、もう全て投げ打ってるんですけど、この自分を中心とした円範囲の攻撃っていうのはちょっと なんか嫌な予感がするんですけど、まあいっちゃうか。また貯めればいいんやで。はい、400万消費。あとは345万マックスまで貯まりました。250万、350はまだ無理だから、よし、射撃を上げとくか。で終わり。まあそんな感じでございました。今日はこの辺で全部使ったしね、あとリミテッドクエストを終わらせてね、もらわなきゃいけないからね、まあそんな感じです。それでは最後まで見てくれてありがとうございました。ひつみでした。